眺め。人がゴミのようだとはこのことね。姉貴、あんま無理すんなよ。私別に無理なんてしてないよ。してるだろ。見え見えなんだよ。辛いの隠すためにわざとらしく元気ぶって、全然気にしてないふりして。他の奴らはともかく、生まれてから、生まれる前からずっと一緒の俺に、わからないとでも思ってんのかよ。じゃあどうしろって言うのよ。母さんが死んですぐに、まるで待ってたみたいにあの女がうちに入り込んできて、うちの中も思い出も、何もかもめちゃくちゃにされて、でもどうしようもなくて、我慢するしかなくて、私もうどうしたらいいか。だったら泣けばいいだろ。そんなに辛いんだったら泣けよ。俺にだけでも涙見せろよ。何言っちゃってんのよ。ちっちゃい頃は私よりずっと泣き虫だったくせに、自分だって私と同じくらい辛いくせに、かっこいいこと言わないでよ。どうかした？いえ、何でも。高いとこ登るとなんか偉くなった気がするわね。